女子マネージャーがいきなり服を脱ぎ出してマウンドで剛速球をいきなり投げ出す。こんにちは、元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木かのんです。ついに来てしまいました。野球大型企画、以前公開したこちらの動画、ありがたいことにめちゃめちゃ再生していただいて、今回この企画の第2弾をやりたいと思います。やばい、汗がやばい。現在気温30度でございます。今日やる内容はですね、強豪の草野球チームさんにご協力いただいて、一見普通の女子マネージャーなんだけど、試合の後半で急遽味方のピッチャーが調子悪くなっちゃいましたと。この状況だともう試合続けられないから棄権するしかないかっていう状況になります。そこで女子マネージャーという体で、今回私がですね、あ、もし私でよければ投げましょうかみたいな茶番をですねやります。今私ジャージ履いてるんですよ。下、この下短パンなんですね。その茶番をした後に服をグラウンドでいきなり脱ぎ始めます。相手のチームの人、何か起きてるぞみたいな。女子マネージャーがいきなり服を脱ぎ出してマウンドで剛速球をいきなり投げ出すっていう、一見普通の女子マネージャーが突然剛速球を投げ出したら相手はどんなリアクションをするのかっていうドキを仕掛けていきたいと思います。今回ご協力いただくのは世田谷区で強豪の草野球チームのハードライナーズさんです。なんで今回ハードライナーズさんにご協力いただけることになったかというと、実はそこの関谷という子がですね、私の中学時代の野球部のチームメイトだったんですね。だから私のゴリゴリの男時代を知ってるということで、関谷に登場していただくと思うんですけど、今日はただならぬ予感しかしない動画になりますが、最後までご視聴お願いします。今日はよろしくお願いします。青木と申します。わ、緊張してきた。やばくない？みんなムキムキじゃないですか。なるべく足引っ張らないように。今日の目標は何キロぐらいとか、あとは三振を取るとか。いやいや、三振なんて無理に決まってるじゃないですか、バカ。誰が、なんか今日弱気ですけど、腕のこの筋肉を見た瞬間にチューンってなりました。では、まあ、今ちょっと社交辞令で言ったんですけども、本当は爆笑なんじゃないのみたいな。いや、それは無理です。今回その関谷くんが私の幼馴染で、中学時代マロンっていうあだ名で呼んでた。ああ、聞きました。ああ、聞いてます。昔はあれですよ、もう142とか投げてた。はい、142って結構なスピードですよ。そうですね、勝っただけはなんか強かったみたいな。それ以外全然だったんですけど。マロン、関谷くんは、じゃあどっちかにしてください。あ、じゃあマロンくん。小学校の時マロンってちっちゃかったんですよ、すごい。すごい可愛かったんです。今でも可愛いです。あ、可愛いですか、はい、さっきなんかゴリマッチョみたいな。顔は可愛いです。あ、顔は可愛い。ちょっとゲイビデオの男優だと思います。ちょっと初対面の方にそういうのやめてください。はい。いや、慣れてますんで、大丈夫。あ、はい、お願いします。すごい。今日はマネージャーに徹するんで、序盤はキャッチボール要員として最初マネージャーの仕事をします。あれ、キャッチボールしたい人 いないですか。キャッチボール自分がしたいだけじゃないですか。自分から声かけるようなマネージャーいないですよ。いる。あそこにいる関谷くんが私の大人なずみ、私のポコチンを見た相手です。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、バーンと言います。ひなたくんのポコチン見たことあるってこと大丈夫ですか。そうですね。ポコチン仲間でした。最初にお風呂に入ってたってことですか。そうです、野球部の合宿だったから。やばい、肩が痛い。もう肩痛いんですか。ひなたくんの時どんな印象ですか。ただひたすら肩が強い。あ、肩が強い男。当時の球と全然違いますか。いや、当時のリズムコントロールが間違いなくいい。キャッチボールが成立しなかったから。いろんな意味でじゃあ丸くなったってことですね。そうね、大人になったと思う。これ、まだみんなやってますけど、マネージャー大丈夫ですか。マネージャーだから休みます。こんな方、もう温まります。温まりますじゃないです、涼みます、間違いじゃないですか。やばい、もうダメだ、頭が動かせない。ベンチ行きますか。ベンチ行きます。もう無理。もうこの人仕事放棄です。もうちょっと体力つけてほしいですね。やばい、吸っちゃった。靴で投げるもんじゃないですね。マネージャーなのにもうスパイク履くという、ちょっと不自然ですけど。そうですよね、絶対おかしいですよね。やる気満々じゃないですか。やる気満々じゃないっすよ。めちゃくちゃすぎません。今日は絶対勝たないと、もうこの先ないからな。やるしかない。よし、行くぞ。最高。素晴らしい。
マネージャーがやるようなことじゃなかったですけど。マネージャー、マネージャー、絶対マネージャー。今のところマネージャー要素ゼロ。ピッチャー投げます、相手の。はい。早くないですか、今日大丈夫かな、本当に。あれちょっと不安になってきてます。ちょっと不安になってきましたね。届くかもわかんないし。アロンにすごいおちんちんでかかったんですよ。それどうでもいい情報ね。いらない情報。いらない情報。いらない情報。パート3。あ、じゃあプレゼント受け取ります。これどこに置けばいいか分からないんですか。今のちょっとマネージャーっぽかったですよ。あ、はい、あのすみません、あそう私やりますよ。やることなくなっちゃうんで。あ、わかりました、はい、すみませんやること何もないんですけど、どうしよう。カードライナーズさんのピッチャーです。どんなボールを投げるのか。あとアドバイスしに行ってあげようかな。私の方がピッチャーとして上だったんで。もう今は違います。そう、これが男性ホルモンと女性ホルモンの差か。いい球じゃないか。もうちょっとあの手首をあのこうやってやった方がいいよ。おー、ナイスボール。足をもうちょっといい感じに。誰が言うてるんですか。何もアドバイスできていません。ただあの指が気になるだけですね。聞かない方がいいアドバイスです、あれは。ノンタッチ、ノンタッチ、ノンタッチ。何をしているんだ。ノンタッチ、ノンタッチ、ノンタッチ、ノンタッチ。ビビり方が本当に野球をやっていたのか。パチ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 。8人ビビり倒すマネージャー。今日頑張って。はい。何もしていない。一つもアドバイスできてなかった。まだ何か言ってます。もう何がしたいのかわからない。今のところ何もしなくていいんですか。無視をしだした。しとけ。サード。マネージャー。サード。よし。マロンがこの先生だったんですよ。マロンの生徒さん、私の動画見てるということだから、生徒さんに心地がでかいってバレます、ね、教育に悪い。続行不可能ってことで。私投げましょうか。はい、投げます。すいません。え、マジか。お前だけ。頼むよ。
整列された。どうもありがとうございます。今日はマネージャーみたいな方が急に投げたじゃないですか、はい、その時どう思いました？可愛らしいマネージャーがベンチにいるな、いいな、羨ましいなって思ったらマウンドに来たので、はい、正直言ってちょっと女性だからボールの方は舐めてかかったんですけど、はい、ピッチャーの質の球が来たので思わず空振りしてしまったんですけど、はい、引きつけてもボールの下を振ってしまうようなボールでした、ね、はい、びっくりしました。じゃあよかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。エンディングを取り忘れてしまって本当に申し訳ございません。また今回みたいに暑さに体力を奪われないように体力作り頑張りますとのことです。この動画が面白いと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして各 SNS、Twitter、インスタ、TikTok など LINE 公式アカウントもありますのでそちらもフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。